トルコに派遣されていた医療チームの第一陣が昨日帰国しました。医療支援などでトルコに入っていた JICA や NPO 法人の第一陣が昨日羽田空港に戻りました。在日トルコ人らに迎えられ、ありがとうと花を手渡されました。医師2人で24時間やられているところなんですよ。怪我を負った外傷の方がもう20人ぐらいその時は来てましたので、国際的に医療支援などをする NPO 法人 TMAT の医師らは、震源に近いトルコ南東部のオスマニエ県で活動していたということで、救出作業は一段落したものの、今後も医療提供を続けていく必要があると述べました。